はい、どうも鳥さんです。本日はですね、こちらでございます。はい、ということで今回も、今回はミスドさんのです、ミスタードーナツさんのですね、栗と。栗ということで、こちらがエンゼル&和栗あん。そしてこちらが和栗ホイップということで、ね、これまだいただいてないです。私ね、初めていきますよ。あれでも切れるか、いけるのか、行ってみっか。よいしょ、こんな感じ。おお、すごい、栗のあんが入ってる。和栗ホイップ、ホイップ嫌な予感がしますね、切るの。お、こんな感じ。これ以上切るのはなんか無理な気がするんで、半分食います。半分だから1個食うってことですね、私。はい、ということで、どっちから行くんだ俺は。こっちからかな、和栗ホイップから行くかね。ホイップクリームがギュッと入ってるということで、でもなんかちょっと和栗のあれなのかな、入ってるのかな、なんか真っ白、普通のいわゆるホイップクリームとも違う感じですね。いただきます。うん、うまい。美味しいぞ。うん。おいしい。なんだろう、なんだこの生地がね、何のやつだ、何の生地のやつだこれ。ちょっといつものドーナツと違うんですよ。なんて言ったらいいんだろうな、なんかね、すごい薄いので、ふわふわなの、なんつうの、エアーな感じの生地で、なんか生地のね、味もね、やっぱそのクリート感のあれなのかな、練り込まれてたりするんですかね。うん、だから生地自体もしっかり味があって、でパフって感じ、パフって感じ。うん、でクリームが、これもね、でもなん、栗のあれか、味か、クリームの方も、栗とクリーム言いたくなかったけどね。うん、なんかすごくね、あ、栗のおやつを食べていますみたいなのをすごい感じる、ドーナツなのかっていう感じ。うん、ドーナツの概念としてはちょっと新しいところにあるんじゃないかな。なんかドーナツとパン、パン、ドーナツとパンとパイとなんかみたいなの間みたいな、外国のパンみたいな感じ、ちょっとパスっていう感じの、パスって感じのやつ、よくわかんないけど、そんな感じ。うん。です。美味しいです、これ。クリームが美味しいね、あとね。うん。じゃあ続いてこちらです。エンゼル&和栗パンということで。そうです。要はホイップクリーム、生クリーム、ホイップクリームと、和栗のあんが入ってるんで、絶対、ああしかもチョコレートまでね、かかってるということでね。こっちから行くしかないよね。ホイップからいきますね。ホイップにもね、ちょっと栗っぽい何かが見えるけど、これはカットした時の残骸かもしれませんね。うん、エンゼルクリームですね、今のところね。同時にいけなかったんだよ。
うん、まっ、うん、うん、チョコも美味しいね。いっぱいついてない。大丈夫。ああ、栗のあんのとかやっぱ栗ね、ドンときますね。美味しいですね。あ、でもなんか実はこっちの方がより栗を感じるかもしれないです。なんか、うん、なんか栗風味が強いというか、うん、こっちはね、そう、チョコとかもあるから、でも最後に残るのは栗なんですよ。うん、美味しいですね。そう、やっぱ生地がね、ふわっ、パサーみたいなやつ。はいね。いや、これはでも好み、どっちでもいいな。どっちもいいな。うん。まあでもね、意外と軽いんで2ついけちゃうんじゃないとも思いますけども。うん。いや、ちょっと、なんだろうな、今までのミスタードーナツさん、まあ自分が食べてきたものの中でですけど、ちょっと異色な感じ、その生地の感じとかあったのかもしれないんですけど、うん、ちょっとね、面白い感じになってますので、今までとちょっと毛色の違う、だからお芋さんのやつともまたね、全然違いますから、これはこれで楽しめるんじゃないかと思います。ではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。